昔、縄文時代、人は火を見つめて語り合い、火と共に生きていた。石を石で叩き、矢尻を作り、いつのことだろう、その大切な生活の道具を人は人に向けて放つようになった。12000年も続いた縄文時代、なぜ縄文はそんなに平和が長く続いたのだろう。それはこの縁にある。縁は和、春になれば春の命をいただき、夏になれば夏の命をいただく。春が来て夏が来て、また春になって季節は巡る。弥生時代に入ると稲作が伝わり、貯蔵できる米ができるようになった。そうすると階級が生まれ、貧富の差が生まれた。そして争いが生まれた。縄文から僕たちのこの時代まではたったの3000年。その3000年の間、時代はどんどん変わり、争いは尽きることなくずっと続いている。
ン時代に戻ることはできない。でも縄文の人たちの思いを心に生きるのだ。日を見つめて語り合い、日と共に生きる。縁になって生きる。